皆さんこんばんは、ルノです。今日はね、仕事終わりで早めにお家に帰ってきたので、今からね、ゆっくりメイクを落としてスキンケアもやっていこうかなと思います。あんまり頻繁にスキンケアの紹介をしたことがないんですけど、最近よく使ってる子たち紹介していきます。じゃあやっていこうかなと思います。レッツゴー。まずね、メイク落としにめちゃめちゃ欠かせないものを紹介します。こちらパナソニックのナノケアでございます。こんな感じで開いてスイッチを押すとパーッと蒸気が出てくるタイプのものです。なんかね、どんどんね、こうグレードが高いものだと機能もめちゃめちゃ多いんですけど、あんま使いこなせないなと思って蒸気だけのものにしました。でこれでクレンジングで落としていくんですけど、クレンジングがこちらヒロインメイクのスピーディーマスカラリムーバー使っていきます。これもマスカラ用とザ・ボディショップのサンプチュアスクレンジングバターでございます。まずマスカラなんですけど、基本的にねお湯落ちのものが好きなので、これ使わなくても全然落とせちゃうんですけど、やっぱりねこれ使うとスッて落ちます。スルンと落としてくれるので、すごくこれは使ってます。クレンジングバターね、こんな感じでさ、スル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 って溶けてくれます。ちょっとだけこう匂いが甘くて、調べたらお花の香りなんですけど、これはねすごい癒されます。これでいつもスチーム当てながらね落としてるんですけど、特に分数とか決めてないですね。本当になんか自分の気持ち的にこうなんか落ちたかなってなったら、まあ落とす感じです。このクレンジングバターのいいところはね、すごくよく落ちます。ワントーンちょっと上がった気がして、それがね好きで使ってます。洗顔は必要ってことだったので、そうちょっとねダブル洗顔のものよりは手間がかかっちゃうんですけど、このなんか使用感知ると、全然気にならないです。むしろこうスチーマーね当てて丁寧にやろうって気持ちになるので、スキンケアに時間をかけるようになったというか、まあ、やりすぎは良くないかもしれないですけど、丁寧にやればやるほどやっぱりねお肌は良くなってるなっていうのを感じるので、そうなるべくね余裕がある日はやりたいかなって感じです。ちょっとあまりね見栄えが良くないかもしれないんですが、こんな感じでね落としていきます。すごい落ちてる感じがしますね。次洗顔なんですけど、こちらでございます。こちらメラノ CC のディープクリア酵素洗顔。最近なんかこれ SNS ですごい話題じゃないですか。そうだからこれ買ってみました。こんな感じのちょっと固めなねものになっていて、さっきのクレンジングでちょっと水気切っちゃったんで、もう一回こう顔を水で濡らしながらこう伸ばしていきます。本当はねこれ絶対泡立てネットでやった方がいいと思うんですけど、そう泡立てネットが今お家になくて、そう顔を買おうと思ってもちょっと変えてない状態なんで、ある程度お水に濡らしてこうくるくる伸ばしてやってます。なんかこれで劇的に変わりましたって感覚は今までないんですけど、でもなんか毎日できる毛穴ケアってめちゃめちゃいいですよね。酵素洗顔すごい効果あるっていうのはよく聞くし、やってみたいんですけど、でもなんかこう週に3とかこう日にちが決められると全然できないんですよ私。何も考えずに毎日できる方がいいなと思って、そういう意味ではねすごいありがたいです。であとはちょっと水に濡らしてパーッと洗い落としていきたいと思います。ちょっとさ見てほしいんですけどいいですか。ちょっとごめんなさいね、このお顔でちょっと待ってくださいね。ちょっとこれね見てほしいんですけど、よっ、じゃじゃん。なんでこうやってくつろいでると全然動けないですね。ちょっとどうしましょう。申し訳ないのですが動いてもらおうか。こんな感じで洗顔も終わった感じです。ちょっとだけワントーン上がった気がするんですよね。すごいなんか最近は好きな組み合わせです。バセリンでちょっとリップ保湿していきます。リップケアはね昔からずっとこれ使ってます。持ち歩き用とお家用に持ってるぐらいもう大好きなアイテムです。で続いてパック、メラノ CC のこの高保湿タイプのマスク使っていきます。これもねすごく使いやすくて好きです。なんかほんとトロトロで重ためのパックってたくさんあると思うんですけど、なんかねなんでかわかんないんですけど、それだと毎日続かなくて、そうあれ何なんでしょうね。これはねなんかすごいさっぱりしてて、保湿力はそのすごいしっとり系のものよりは劣るんですけど、
でもなんかこうさっぱりしてて毎日使いやすいし、もう香りもやっぱ柑橘系でいいし、うん、まあ、何よりこう赤みがねこれによって減った気がします。値段的にもまあ使いやすいなと思って、そうこれをね最近は使っております。さっきねこうクレンジングと洗顔でスチームのねあの時間が終わっちゃったんですけど、もうちょっとこうスムーズにやってる時とかはこの時間もねスチーム当てながらやったりするので、こんな感じで続々とやっております。これね一応5分って書いてあるんですけど、私はねこう5分以上全然使ってます。 OK、 ちょっと剥がしていきます。首元までこれを塗っちゃいます。今ね実はレディースデー前なんですけども、割とねこれらの手順でちょっとこうひどい肌荒れとかは特にない気がします。うん、次化粧水でございます。ドラッグエレファントのビーハイドラインテンシブハイドレーションセラムでございます。これすごいんですよ。こうやって回すとこうやって出てくるんです。でここでねピュッてとも1回分なるので、液体とかもこうポタポタ漏れることもなくて、すごいね使いやすくてこれ使ってます。ドランクエレファントっていうねスキンケアブランド私も最近知ったんですけど、すごいねシンプルなスキンケアで、そうなんか無駄なものを一切入れないみたいな、なんか本当に肌のいいものだけ詰めて、こう香料とかそういうのも入れませんみたいな。そうだからねあの香り的にはそう結構ね無臭なんですけども、その代わりこうお肌にいいものだけはとにかく詰め込みましたっていう感じなので、これをねあの使ってみてるんですけど、こんな感じでパッて使えてしまえるので、こう旅行とかに持ってっても全然液体漏れみたいなのがないんですよ。で結構ねしっとりしてるタイプだと思います。ちょっとこうゼリー状みたいになってるのがすごくねあの扱いやすいです。こう無駄なく使える感じがします。美容液もこのメーカー使ってて、ドランクエレファントの TLC フランブースグリコリックナイトセラムです。これも同じくパカッてやってこんな感じでやると出てきます。これはね割とこう透明なタイプになってますね。これはね角質ケアができる美容液らしくて、おーこれをね使ってみてます。使った後これをねすごいしっとりしますね。正直この後にクリームじゃなくてもなんか全然良さそうな感じがするぐらいもうねしっとりしてます。ここに書いてあるんですけど、一応人によってはねちょっと軽いひりつきとかかゆみを感じることがあるらしいんですけど、まあ、2、3日とかしてたらまあ、あの本当に慣れてきますよみたいな感じなので、それを乗り越えると多分こうツルツルな感じになるんだなと思って、そう使ってます。あとこれなんか全然私今日使ってないんですけど、これ混ぜられるみたいで、そうあのスムージーみたいな感じで、あの一緒にこう手順とかなく出して出してこうやって混ぜて使うこともできるアイテムなので、まあ、そういう意味では時短としてもめちゃめちゃいいアイテムですよね。まあ、私はねこの無駄がないってところにねすごい信頼があるのと、もっと保湿力がやっぱすごいあるので、本当に夜のスキンケアとしてはもう本当に最適なアイテムだなと思ってます。続いて乳液、こちらが無印良品の乳液を使っていきます。こんな感じのサラサラしてるタイプのものですね。これはねなんかちょっとこうマッサージと一緒にやってみてます。さっきのものたちがすごい保湿力があるので、そこまでこうクリームとかも重たい感じっていうか、もうこってりしすぎなくていいかなと思って、そう、それでこうサラサラしたタイプを使っております。これでもうね十分、うん、もうこんな感じですよ。吸い付かれてます。たらクリームですね、こちらナリスのルクエクリームになります。こんな感じでちょっと固めなテクスチャーのクリームです。これをちょっとこう乾燥しそうな部分にのせて、ちょっとこう余ったところは残りの部分にちょんちょんとのせていきます。一緒にねお仕事させていただいた時にこのクリーム使ったんですけど、何回か使ってみてすごくねやっぱ使いやすいですね。今もうがっつりこう水分とかたくさんね含ませて、まあ、最後これでガッと蓋をするような感じなんですけども、これのいいところは量が調節しやすいっていうのがとにかくいいと思います。うん、小さいからねこう旅行バッグにも入れられるし、チューブだから部分使いできるっていうのはね、うん、めちゃめちゃいいかなと思います。まあ、私ね朝 T ゾーンとかここの部分とか朝テカリが気になる日もあるので、それはちょっともしかするとそういう風になんか油分がありすぎるのかなと思って、そうだからクリームとかはちょっとこう乾燥しそうなところに主に塗って、まあ、あとはちょっと薄くこう今までの潤い蓋するように塗っていくっていう感じでやってます。基本的にクリーム系とかあのテクスチャーが固めなものがとにかく好きなので、これはねすごい好みのものです。続いて
アイクリームがバースのアイクリームになります。うん、バースにアイクリームあるんだって感じですよね。こんな感じで少量で出せるタイプになってます。あ、いまいちさ、このアイクリームって即効性がある感じじゃないというか、塗った瞬間からもうふわふわっていう感じじゃなくて、何十年後かの自分に向けてのケアだと思ってるので、もうとにかくこれはね、長くね続けられるものがいいかなって思います。これもね、固めのテクスチャーで私が好きっていうのもあるんですけど、ちゃんと保湿されてるなって感じもするので、こんな感じで使おうと思ってます。これお値段的にもすごく続けやすいかなと思ってます。最後、アイズラッシュリポゾーンを使っていきます。これまつげのコーティング剤になります。まつげパーマに行った時にね、担当してくださったね店員さんに、まつげが切れてますって言われて、そう、多分乾燥とか傷んじゃってそれで切れてますって言われて、ちゃんと保湿とかした方がいいですよっていう風に教えてもらって、でそれで買ってみました。今ねちょっと眉毛ボーボーなので近くであんまお見せできないんですけど、こんな感じでね、ちょっとだけこうタバカンも作ることができます。これ塗ってね、ちょっと置いてマスカラとかすると綺麗にこうタバカンが出るので、そういった意味でもすごくねいいなと思って、そう、今はねこれを毎日ちゃんと塗っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。本当はね、いつもこのままピン止めして過ごしてたりするんですけど、あまりにちょっと動画の見栄え的にちょっとあんまりあれかなと思ってそんなあんま良くないんですが、前髪下ろしちゃってます。なんかね、スキンケアもね、本当になんか人にもよるし、いろいろあるからね、何使っていいかわからないと思うんですけど、前のやつがなくなってきたから買い替えようかなとかっていうのがあれば、まあぜひね、参考にしてみていただけたらと思います。朝とか忙しい日とかはまたちょっとだけ違ったりするので、まあそういうのはね、またぜひ機会があれば紹介させてください。ということで、まあ今日はねここまでとなります。本当にね、今日も皆さんお疲れ様でした。またね、次回の動画でお会いしましょう。バイ。